PC に情報は入ってませんね。記憶装置を探してみましょう。無理ってこと？ここには汚染物質への対策が準備されています。各フロアに浄化装置があるはずです。なるほど、じゃあそいつを見つけよう。電電センサーで何かわかるかもしれません。わかりました。
下のワンフロア分の浄化に成功しました。おお、やったな。でもワンフロアか。下のフロアにも浄化装置があります。そうか、フロアごとにあるんだったね。行ってみよう。成功しました。じゃあもうワンフロアは？まだ残留しています。また浄化装置を探しましょう。浄化に成功しました。行くしかないなら前に進もう。はい、私によ。おっと、あい、危ない。太郎さんたちが倒したバイラスドーパントじゃないか。また復活させたのか。
まりでしょう。観測レポートも見つけたし、上のフロアに戻って端末で見てみよう。観測レポートのデータにアクセスします。この数値が汚染物質、これでこのセクターは生物が住めなくなり砂漠になったのか。おかしいですね。ある時点から浄化装置による浄化処理がなくなってます。このリンクは？ゼウスの命令書だ。浄化作業中止命令？数日前だな。必要のなくなった浄化の研究を中断し、全作業員は新世代兵士プロジェクトに移行する。必要がなくなった？そういうことだったのか。安全で無公害、平和利用のエネルギーと、ずっと私は…まあ、愛だって信頼を裏切られた被害者だよ。あまり気にしないで。裏切り…これが…でも、これではっきりしたよね。何があっても絶対にゼウスの野望を止めなきゃって。オーズさん、お前を止められるのはただ一人、俺だ。なんかめちゃくちゃ広い場所だな。何にもない。翔太郎、なんだか雲行きが怪しくないかい？気のせいだろ。カラッカラの風景を見ろよ。風も強くなってるよな。風？風は俺たちの味方じゃねえか。大変です。砂嵐が接近しています。そうそう、砂嵐。砂嵐？行こう。どこかしのげる場所はねえのか。この向こうに居住施設があるはずなのですが、センサー類もノイズだらけで。あ、何か敵反応が。メスール。あら、オーズ。水のないここでは不利だわ。逃げなくちゃ。逃がすか。おい、追いかけるぞ。翔太郎、どう考えても罠だよ。俺もそう思うな。それにこの砂嵐の中で追跡は困難ですよ。心配すんなって。フロッグポットで足音を探すさ。